九州地方整備局。九州地方整備局道路部路政課高瀬克也です。私が入省しようと思ったきっかけはやはり熊本の大きな地震があったことが非常に大きかったと思います。地震があったとき私は自宅の方でゆっくりとしていたのですが、携帯のアラームとともに大きな地震が来たときにはものすごい恐怖を覚えました。で、大学で公務員を受けようと思ったときに自分がどのような形で地方に貢献できるかということを考えたとき、その地震の経験を通じてやはり震災に対する防災などの点で貢献したいというふうに思ったため、こちらの方に入省させていただきました。今私が担っている仕事は道路専用に関する仕事です。専用というのは道路の近くにある標識や看板などをその場に設置していいかどうかを、実際に許可する仕事となっています。地方公共団体と、連携を深めながら業務に携わっていくことが非常に重要で責任が重い仕事だなというふうに思っています。やはり専門用語を使った文章などがかなり多かったりするので、その用語を一つ一つ調べてしっかりと覚えていくことが少し大変だなというふうには思っています。まずは専門知識をしっかり身につけること、そして上司や同僚または今後できていく後輩と一緒にやはりコミュニケーションをしっかり取っていくことが大事だなというふうに思っていますので、そこのところをまずはしっかりと目標にして最終的に九州にしっかりと貢献できるような仕事に携わりたいと考えています。就活生の方々、今はとても大変な時期だとは思いますが、今を頑張ってしっかりと就職していくことでこれから未来より切り開けていくと思いますので頑張ってください。一緒に頑張りましょう。